はいどうも SH スタジオです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は2023年6月再販予定のガチャガチャをまとめてみましたので、皆さんと一緒に共有していきたいと思います。まずはケンエレファント再販文具ミニチュアマスコット第1弾1回400円のガチャガチャです。いやこのシリーズはね、今も続いてるすごくクオリティの高いね文具系のガチャガチャなんですけど、第1弾は SH さん回したことがなかったんでね、ぜひ回したいですね。穴開けパンチとノリがめちゃくちゃ気になります。はい、そして第1弾に続き第2弾もね同じく再販されるということで、もちろんあのラインナップはね第1弾とガラッと変わってるんですけど、見てください、この鉛筆削りとかめちゃくちゃ懐かしくないですか。これ欲しいな、なんかすげえ懐かしい。あ、ホッチキスとかね、いやあんまりこういう系のガチャガチャって多くないんで、特にねケンエレさんのハイクオリティなね文具ガチャ、これも楽しみですね。はい、続いてもケンエレファント再販音響オーディオミニチュアコレクション1回500円のガチャガチャです。いやこれ音響好きさんたまんないんじゃないですか。これいや SH さんも結構スピーカーとかね前こだわったことがあるんですけども、いや絶対これでね音楽聞いたらめちゃくちゃ音いいんでしょうね。これね、まあこれガチャガチャなんでね音は出ないんですけども、飾ってね眺めていくのもいいんじゃないでしょうか。続きましてシャイング再販岩光の面白消しゴム、おかしなパロディ消しゴム2スナック&ドリンクバージョン1回100円のガチャガチャです。100円だって、100円、めちゃ安い。昔こういう缶とかの消しゴムで蓋を開けるとオレンジの匂いがしたりとか、本当にそのドリンクのねあの匂いがするやつってありましたよね。なんか懐かしい感じがするんで、見つけたらね回していきたいなと思います。続きまして生き物再販 ATC タコの耳栓コレクション1回400円のガチャガチャです。どうしちゃったのよこれ、耳にタコって出ちゃってんじゃん完全に。いやでもこれ面白いな、ほんとこれはあのノーマルのタコが欲しいですね誠一さん、ね、えなんか聞こえんのかな。聞こえないよねさすがに、まあ耳栓ですからね、あの外の、ね、音をシャットダウンするということで、これ両耳にねちょっと入れてあの仮眠してみたいですね。はい、続きましてシャイング再販ガリガリミニ氷かき1回200円のガチャガチャです。これね画像には本物そっくりなかき氷が作れちゃうって書いてあるんですけど、このタイトルはね氷かきなんですよね。この差は何なんでしょうか、非常に気になりますけども、まあこれはですねちゃんと氷を入れると、ほら見てシャリ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 ってねこうちゃんとかき氷ができちゃうんですよ。まあ、氷かき、あこの子が氷かきっていうのか、かき氷機ん氷かきですね。はい、続いてはエール再販玄関チャイム1回300円のガチャガチャ。みんなが押したくなるあの玄関チャイムでございます。これねボタンを押すと音が鳴るよと、うーんでしょうねって思っちゃうんですけど、結構最近このシリーズねいろんなところから出てますけど結構楽しいんですよ。 SH さんもね回したことあるんですけど、ぜひねこれは回して押してみてください。はい、続きましてウルトラニュープランニング再販ウルカプキッチンシリーズ喫茶店のクリームソーダ1回300円のガチャガチャです。これね前回見つけたんですけど回しそびれてしまいましたね。もうどんどんねガチャガチャ入れ替え激しいですからね、すぐにね変わってしまいました。いやこれね狙うはやっぱりクリームソーダ、もしくはこのブルークリームソーダもめちゃくちゃ綺麗ですね。SH さん結構青も好きなんで、この2つ見つけたらね回していきたいなと思います。はい、続いてはブシロードクリエイティブ再販カプセル砂時計1回300円のガチャガチャです。SH さんサウナ大好きなんでよく入りに行くんですけどね、いつもねあの時間計るの忘れちゃうんですよねまあとりあえず暑いなっつってね汗いっぱい出たら水風呂入って、またサウナ入って水風呂入って、ね、外気浴してみたいな感じでね楽しんでますけど、これあればなんか5分測れるらしいんでね、ちょっとね使ってみたいなと思いますね。持ち込みしていいのかな、持ち込みできるとこだったらこれを持ってね測ってみたいなと思います。はい、続きましてエール再販キョム猫1回200円のガチャガチャです。めちゃくちゃ可愛いね、もうただそこにいる、まさしくそんな感じですね。もうねキョムっていうことですから、もう何も考えてないんでしょうねこれねそれがまたいいな。いや狙うは白猫かチャトラ猫、この立ってるのが本当欲しい。なんでこれ見つけて回せなかったんだろうな。
続きまして、スタンドストーンズ再販アニマルアトラクション生物×宝石、1回400円のガチャガチャです。いやいや、このねキラキラしてるのめちゃくちゃ好きなんですよね。SH さん結構ちっちゃい頃ねビー玉割ったりとかしてこんなの作ってたりしましたよ。いや、もちろんね動物とかはねついてないですけどね。いや、これカエルかわいい。カエルのねエメラルドめっちゃ欲しいな。ルビーもいいし、これね前回回し飛びれましたね完全に。ちょっと見つけて回していきたいですねこちらも。はい、続いてはクオリア再販躍動感があるだけのプリン、マスコットフィギュア1回400円のガチャガチャです。あれ、これつい最近までね普通に出てましたけど、もうかなり結構人気だったんでしょうね。早くも再販されますね。いや、これはね結構ショート動画でいろんな人が出してたのを見てたんですけど、いやー、これはね何でしょう、タイミングが合わなかった本当にタイミングが合わなくて回しそびれちゃったんですよね。アップできなかったのすごい後悔してたんで、ちょっとこれねまた見つけたらね回していきたいと思います。はい、続きまして福屋再販大阪前田製菓ゴレンミニボーロシャカシャカミニチャーム1回300円のガチャガチャです。これね同タイミングで違うボーロがね出てたんですよね確か。 SH さんそっちの方をね回したんですけど、いや、これはこれでね今見ると可愛いですね。ちゃんとこうやって連結ができるんで、集めるとゴレンボーロみたいにねこんな感じで仕上げることもできるそうです。もちろん中身もねちょっとボーロ再現してて可愛いですね。はい、続きましてビーム再販バルーンドッグジュエルアイスチャーム1回100円のガチャガチャです。風船の可愛さとクリアなチェーンのコラボレーションということでね、このキラキラ好きの SH さん結構ね気になっちゃいますね。しかも100円なんでね結構トライしやすいね価格になっててすごくいいなと思います。はい、続きましてブライトリンク再販ホテルキー3ニュアンスエディションアクリルキーチェーン1回300円のガチャガチャです。このガチャガチャはマジで使えます。本当に今ね鍵についてるんですけども、これねうねってるんですね。これうねってるバージョンですかね。 SH さんね前回したのはちゃんとこうねまっすぐになっている本当にまあ昔ながらのホテルのキーチェーンだったりするんですけども、今回はうねうねですね。見かけてはいたんですけど回してなかったんでね、これもちょっと機会があったら回してみたいなと思います。はい、続いてもブライトリンク再販カヌレイ1回300円のガチャガチャです。これも結構早いスパンでね再販されてるようなイメージがあるんですけど、ベイクなお化けが現れた。いやいやいや、もうねカヌレ流行ってますからね。 SH さんも大好きですよカヌレは。でもカヌレはねまだね出会ったことがないんでね、これもちょっとね興味ありますね。はい、続きまして夢屋再販喋るんですカメラ1回400円のガチャガチャです。これギリギリのところ攻めてますね。これね、これあれですよね、あのね昔よく巻いて撮ってたやつですよね。映える瞬間撮ったぞっていうことで、これねボタンを押すとねなんか喋ってくれるらしいんですよね。まあ SH さん的にはね喋るというよりなんかこうフラッシュ的なね LED 的な何かでもいいんでね、ちょっと光ってほしいなと思うんですけど、ちょっと面白いねガチャガチャですね。はい、続きまして、お、ここへ来て初めて J ドリーム再販夏の情景サウンドマスコット BC 1回300円のガチャガチャです。これいいんじゃない、これ見つけたことなかったのかな、もしかしたら見逃しちゃったのかもしれませんが、これ今見るとめちゃくちゃ良さそうですね。なんか波の音とかセミの音、花火の音、これはいいね。ちょっと夏のね暑い時にこういうのを聞くとかなり涼しくなりそうで気になりますね。はい、ということで今回は6月再販予定のガチャガチャを紹介してきました。前回回しそびれちゃった方はぜひ参考にしてみてください。開封動画も出してますので、よろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。